人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。まずはお知らせです。テキサスから日本文化を通して和の心、和魂を広めるためにジャパンタウン門前町を作る全洪水プロジェクト。そのお寺の部分の建設費の一部をクラウドファンディングで募集中です。 下の説明欄にリンク先を貼っておきますのでご覧になってくださいさてアメリカ大統領選挙のトランプ前大統領が誰を副大統領に選ぶかという候補者選びが佳境に来ています選挙戦の波乱を抑えるため副大統領候補は政治経験を 重視するとの見方も広がっています。最も大前提は、トランプへの忠誠心ですね。11月の大統領選挙の結果について、勝敗にかかわらず、受け入れると約束しないことが、えー、忠誠を示すリトマス試験紙のようになります。5月 24日、ニューヨークタイムズは、予想外に最有力候補に浮上したと、トランプの副大統領候補として、トム・スコット上院議員の起用案というのを報じていました。彼は軍人出身で、下院議員も務めたことがあります。これまでも国防長官、 候補になったこともあります民主党のバイデン大統領との接戦が続きトランプ陣営は副大統領候補について選挙戦での欠点が少ない政治経験や実務能力を重視しているとの見方が強いです政治経験 という軸で見ると、コットンのほかに、今回の共和党の大統領候補争いに賛成していたマルコ・ルビオ上院議員らの名前も挙がっています。下院共和党幹部を務める女性のエリス・ステファニックに対するトランプの評価も高いです。 副大統領候補として取り立てされている女性の中でも政治経験が厚い人物と言えるからですね。まあ、一方、支持基盤の強化や拡大を狙える人物として、えーまあ、一つ候補で挙がっているのは、作家から上院議員に転じた JD ・バンス、あるいは共和党の 大統領候補戦で注目を集めたビベック・ラマスワミはマガ、ま、アメリカを再び偉大にの主義者の代表格です。トランプは征服大統領候補を正式に指名するのは7月15日からの共和党全国大会の直前に まあ決めるとみられています。共和党のまあトランプはあと一期四年間で大統領を継続ので、その副大統領となることは、え二千二十八年の選挙で共和党の大統領候補の最右翼に立つことを意味しています。昨日の動画ヘイリーはトランプに投票で。 お伝えしたように、ヘイリーはトランプに投票するというこうと言ってましたけれども、トランプをそれを受けて、えー、ありがたいとしながら、彼女はとても有能な人間で、何らかの形でチームに入るだろうと述べるに留めていました。ヘイリーが副大統領候補になることは私はないと見ています。まあ、いずれにせよ、誰がトランプの副大統領になるか、 候補となるかってことはですね、えー、民主党と戦っていく上で、非常に重要なことなので、行方が楽しみです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。